全てが違いますね。想像以上ですね。リビングが動いているような感じです。外に出かけるのが楽しくなって、運転が楽しくなって、みんな楽しくなるんですね。ワクワクするというか、すごいです。未来的な車に乗っているような感じがして、すごい楽しかったです。音も静かで、乗り心地も普通の車と全く変わらず楽しく走れるんじゃないかなと。いい車だなと思います。ワークショップをですね、始めていきたいと思います。今日はね、電気自動車に何らかの関心を持って皆さん集まっていらっしゃると思うんですね。ぜひですね、話し合うというスタイルというよりは、むしろ聞き合うというスタイルですね。そしてどんどん落書きをしましょうということですね。それにない考えを聞くということが今日は大切にしていきたいと思います。環境に良い EV を活用して、環境を向けるとし、北九州市ならではの人づくりや街づくりのアイデアをみんなで考えようと、トピックを発表していただきたいと思います。トピックに関心がある人同士で集まっていただいて話をしていく、話したいことを話したい人と話す、そんなことをですね、大切にしたいと思います。こんな話があったんだというお話をしていただければと思います。発表頑張ります。若者に乗ってもらうにはトリーフの次にもともといいデザインの投票をしようと思います。どういうものになりますか。そうですね。電気自動車ってやっぱすごいんだなと思いました。地球のためには増えていってほしいなと思います。新しい時代が来たな。EV 社会の、 到来っていうのが、なんかある種革新メーター。1日があっという間に終わりました。日産サンタは車を作って売るだけの会社と思ってたんですけども、EV が発展させるためには街づくりも一緒に考えないといけない。そこにも本当にこう取り組まれている。